マトラオトモビルはかつて存在したフランスの自動車メーカー。マトラボネジェット VS タルボマトラムレーナマトラはミサイル製造から事業を拡大した航空宇宙関連の工業コングロマリットであったがグループの一社がスポーツカーメーカーのオトモビルルネボネにボディ用の FRP を下ろしていたのをきっかけに自動車産業にも関わるようになった。1964年末。 経営危機に陥ったルネボネを参加に収め、グループ経営者のジャンリュック・ラ・ガルデールが初代社長に就任した。1962年からルネボネで製造されていた世界初の量産ミッドシップスポーツカー、ジェットを改良し、マトラジェットとして販売を継続。スポーツカーメーカーとして名を馳せた。また、モータースポーツにおける フランスの復権を唱えるド・ボール政権の支援を得て、積極的にレース活動を展開した。会一では独自マシンで参戦する一方、ティレルと組んで1969年の世界タイトルを獲得。耐久レースでもルマン24時間レースを1972年から3連覇するなどの功績を残した。しかし、レース事業への注力で経営難に陥り、 1969年12月にクライスラー参加のシムカと合併し、社名をマトラシムカに変更した。両社の関係は1980年代初めまで続いた。1983年に独自モデルの生産は終了し、その後はルノーと提携してルノーエスパスなどを開発、生産した。ラガルデールが母屋を乗っ取るようにマトラグループを買収した後も、 グループの柱であるメディア、防衛、自動車分野の一角として残っていた。2003年にラガルデールは自動車製造部門からの撤退を発表。マトラはイタリアのピニファリーナに売却され、マトラオートモビルエンジニアリング SAS に社名変更した。現在は自動車の先行研究開発が主な業務内容である。 1964年にモータースポーツ部門としてマトラスポールを設立。フォーミュラカーとスポーツプロトタイプの両分野にワークス体制で参戦した。MS シリーズのマシンのタイプナンバーはプロトタイプの場合は3桁で先頭が6で始まる。手始めに F3 に参入し、1965年よりフランス海参戦試権を3連覇。海にでも ケンティレル率いるセミワークスチームマトラインターナショナルを加えて1967年よりヨーロッパ界に選手権を3連覇した。会に混雑で行われた1967年、ドイツ GP ではティレル所属のジャッキー X が予選3位相当のタイムを記録する回想を見せた。また、フランス人若手ドライバーの育成プログラムを推進し、ジャンピエール・ベルトワーズ、 ジャンピエール女子層、アンリ・ペスカロロ、ジョニー・セルボイ・コール・ヤバンらを排出した。ジャッキー・スチュワートがドライブするマトラ・フォード1967年のテスト参戦を経て、1968年より、カイ2用のシャシーを改造し、自社開発の 3000ccv12 エンジンを搭載したマシン MS11 で、カイ1世界選手権に本格参戦する。 このワークスチームとは別に、セミワークスチームのマトラインターナショナルも、フォードコスワース DFV エンジンを搭載した MS10 で参戦。本機の主な成績は2位1回だったが、セミワークスは、ジャッキー・スチュワートが第5戦オランダ GP で、フランス系コンストラクターとしての F1 初優勝を達成。さらに2勝を挙げ、ロータスのグラハムヒルと最後までチャンピオンを争った。 翌1969年はワークスがスポーツカー活動に注力したためセミワークスのマトラインターナショナルのみが参戦。スチュワートがシーズン11戦中6勝を挙げる圧勝でドライバーズとコンストラクターズの2冠を獲得した。その年の末本社がクライスラー参加のシムカと提携したため翌1970年からフォードエンジンが使用できなくなりティレルは マトラからの独立を選んだ。ワークスのマトラスポールは、同年から復活したが、目星成績を残せず1972年をもって、会一から撤退した。1974年のマトラスポール解散後も、残ったエンジン部門は、V 型12気筒エンジンの供給を継続し、1975年の終盤戦は、シャドウ、1976年以降は、 新興のリジェと契約した。リジェでは1978年までの3年間と1981年から1982年の計5年間にジャック・ラフィットが参照を挙げた。また、ダ高い V12 サウンドはマトラ・ソプラノと呼ばれた。第1世界選手権における成績マトラ・シムカ MS670 バイトスポーツカーレースにおいては、 地元ルマン24時間レースの制覇を目標に掲げた。1966年に BRM 製 2000ccv8 エンジンを搭載する MS620 を開発し、ルマン及び選手権シリーズに参戦を開始した。1968年には、カイ一用でチューンした自製 V 型12気筒エンジンを投入。フェラーリ、フォード、 ポルシェラのワークスと激戦を展開した。1972年のルマン24時間レースでは、MS670 を狩るアンリ・ペスカロロ、グラハム・ヒル組が念願の総合優勝を達成。1974年まで3連覇し、フランス人ドライバーのペスカロロとジェラール・ラ・ルースは、政府から、レジオン・ドヌール勲章を授与された。 世界メーカー選手権においても1973年1974年にメークスタイトルを連覇するなど、マトラスポールは耐久レース界の頂点を極めたが、マトラ社は1974年をもってワークス活動撤退を決定した。ジェラール・ドゥ・カルージュラ技術人の多くは、リジェの創設に参加した。ありがとうございます。